小林講師は、日本の実業家。連想代表取締役副会長、名古屋商工会議所副会長、トヨタ自動車代表取締役兼執行役員、副社長、最高リスク管理責任者等を経て、トヨタ自動車株式会社代表取締役、執行役員、黒、トヨタモビリティ、東京株式会社代表取締役会長。 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役、愛心社外取締役。1972年滋賀大学経済学部を卒業し、トヨタ自動車工業に入社。第三販売部部長、財務部主佐藤を務め、二度にわたり豊田明夫の上司となり、地遇を得た。トヨタファイナンシャルサービス執行を経て、2003年から、伝送に出向し、常務役員、専務取締役、 代表取締役副社長、代表取締役副会長を歴任した。2016年には、トヨタ自動車に戻り顧問に就くとともに、藤森俊夫や安井光一らとともに、名古屋商工会議所副会頭に選任された。2017年トヨタ自動車相談役及び、トヨタファイナンシャルサービス取締役に就任。2018年から、トヨタ自動車執行役員副社長として、 チーフファイナンシャルオフィサー及びチーフリスクオフィサーを務め、公益社団法人トヨタ法人会会長も兼務。同年の6月14日には、執行役員副社長と兼務する形で、代表取締役にも就任した。2019年6月サステナビリティ推進室、統括兼務。この間東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会理事となり、批判を浴び、さらには、 トヨタ社長の独断で伝送から、異例の人事で、トヨタ自動車副社長となった時には、社内外では組織崩壊の静かな予兆だと、大混乱となった。メッセナゴや実行委員長、浜名湖伝送監査役、一般社団法人量水会理事、等は不動産監査役等も務めた。話題作、豊富の逆襲では、音像師を操りトヨタ関係者の間で打滑のごとく、嫌われる。 林公平として登場する。ありがとうございます。